Win32 コンソールウィンドウを用いる Windows。Vista 上の Windows PowerShell Win32 コンソールは、Windows API のシステムに実装されているテキストユーザーインターフェースで、コンソールアプリケーションの動作を担う。Win32 コンソールは、スクリーンバッファと入力バッファを備え、ウィンドウ、またはテキストモード画面を a LT、Enter キーで切り替えることができる。 Win32 コンソールは基本的に画像の表示を必要としないアプリケーションに使われるが表示色を変更することはできる。コマンドラインインターフェースツールを含む例として Windows コマンドプロンプト、コマンドプロセッサーあるいは Windows PowerShell などのコマンドラインインタープリター、FAR マネージャーや Midnight Commander といったファイルマネージャー、 MS-DOS エディターなどのテキストエディターが存在する。Win32 コンソールアプリケーションは2つのモードで動作する。1つは、ウィンドウの中にテキストを表示するもので、オペレーティングシステムのフォントレンダリングを使用する。このモードでは、アプリケーションとユーザーとの仲介は、ウィンドウシステムによって制御される。これは、z t o ムといった X-Window システムアプリケーションに類似している。 全画面モード Win32 コンソールはハードウェアテキストモードでビデオカードのラスターフォントで描画を行う。これはテキストシステムコンソールに類似する。全画面モードではいかなるグラフィックドライバーがインストールされていても Windows 標準の VGA ドライバーを使用する。そのため VGA 互換テキストモードしかサポートせず最大表示文字数は英語モードの場合で80時28行に 制限されている。この点は Linux などの他のオペレーティングシステムではドライバー次第でより高解像度なコンソールを表示できることとは対照的である。このモードは Windows Vista で WDDM が VGA モードをサポートしなくなったことにより廃止された。プログラムは Win32 コンソールに高水準関数。 または低水準関数のどちらからでもアクセスできる。これら高水準関数はグディより限定的で、例えばプログラムからカラーパレットを変更することはできず、またこれらの関数を使ってコンソールで使用されるフォントを変更することもできない。Win32 コンソールプログラムはしばしば MS DOS アプリケーションと混同される。しかし Win32 という名前の通り、 Windows NT ネイティブなシステムの一部あるいは一、携帯であり、全く異なったものである。なお、3 2ビット版 Windows は、NT 仮想 DOS マシンを通して、Win32 コンソールで MSDOS プログラムを実行することができる。また、Win32 という名の,の通り、基本的には、NT 系以降の Windows のものであり、QX 系では、部分的に取り入れられていたが、 Windows 3.1以前のものは別のシステムである。MS DOS アプリケーションの Windows への移植を容易にするため、Visual C の初期バージョンでは Windows に基本的なコンソール機能を実装したクイックインライブラリーが提供された。ポーランド C では同等の機能が EGWIN として付属した。Windows 9 x 系でのサポートは Windows NT 系と比べて貧弱である。 コンソールウィンドウは仮想ドスマシンで動作し Win32 コンソールアプリケーションに対するキーボード入力はドス v m で動作するカナジェント・エグゼによって行われる。これはキーボードをフックするリアルモードドスアプリケーションにも使われるものである。カナジェント・エグゼはビッケンドを呼び出す。そしてビッケンドはキーボード入力をシステム VM に渡し最終的には Win32 コンソールアプリケーションにわたる。この実装はパフォーマンスの問題に加え DOSVM で動いていることが Win32 コンソールアプリケーションからは判別できないという別の問題があり、時に混乱をもたらす。Windows 9X ではスクリーンバッファは VGA テキストバッファと同じ構造を持ち、画面文字単位で2バイト、文字コードと 属性コードの1バイトずつで構成される。文字コードは現在のオペレーティングシステムに設定されている OEM コードページの文字セットになり、日本語版 Windows の場合は規定では CP-932 になる。Windows NTK オペレーティングシステムではクライアントサーバーランタイムサブシステムが Win32 コンソールの役割を担っていたが、 Windows Vista からは脆弱性対策で主要な機能はカノスとエグゼに移された。Windows NTK よび Windows CE ではスクリーンバッファは画面文字単位あたり4バイトで文字コードに2バイト、属性に2バイトで構成されている。文字は16ビットユニコードにエンコードされる。広報互換性のためコンソール API にはユニコードバージョンと アンシーマルチバイト文字セットバージョンの2種類が用意されている。ありがとうございます。